適応障害の真実樺沢編。適応障害ってね、結構皆さん聞くと思いますけども、深田恭子さんが適応障害として休みますって言って、この間確か復帰されたんだと思うんだけども、そういったことで適応障害なんて言葉を皆さんテレビなんかでも、あるいは週刊誌なんかでも見かけることが多いのかなっていうことで、たまたまね、精神科医の和田秀樹先生が適応障害の真実っていうね本を出されました。あ、すごいいいタイミング出てたなと思いまして、実は私東洋経済オンラインに連載してるんですけども、それでもちょうど適応障害について書いてくれませんかみたいなオファーが先日あったところのタイミングで、またこういう適応障害の本が出るってことで、世間的に適応障害って注目を浴びてるんだなっていうふうに思ったので、ちょっと適応障害の話をしたいかなというふうに思います。適応障害ってどんな病気って言った時に、なかなかですね、こうこうこういう病気ですっていう捉えどころがちょっとないんですね。適応障害の診断基準を読みますと、 DSM-5 っていうのから引用すると、はっきりとしたストレス因のため、ストレスが始まって3ヶ月以内に症状が出現したっていうところが一番重要書かれてるんですね。だから何がしかの原因があって、半年とか1年経ってから出るんじゃなく、最近何かストレスなことがあってメンタル的に調子が悪くなったっていう状態がざっくり言うと適応障害です。あとこの中で重要なのが、他の精神疾患では説明できないってことが入ってますので、明らかなうつ病でもない、明らかな不安障害でもないし、明らかに統合失調症でもないっていう、他の精神疾患のカテゴリーにうまく当てはまらない、隙間って言ったらあれですけども、そういったものっていうのが適応障害として診断されることがありえますね。環境に対して不適応、一昔前は心因反応っていうような診断名がよく使われてたんですけど、今心因反応っていうのはあまり使わないで適応障害っていう診断が使われるわけですが、例えばね、職場の上司がね、新しく変わってきて、その人と折り合いがつかなくなって、メンタル的にすごい調子が悪くなって、会社にも行けなくなってってことが2ヶ月前に起こりましてねっていうことになってくると、でもうつ病の症状にもうまいこと当てはまらないし、何なんだろうっていうような時に適応障害っていう感じの診断名がつきますね。一つはですね、じゃあ適応障害ってうつ病の前段階なのですか、うつ病とは全く違った病気なのですかっていう質問もあるかもしれないけど、これ非常に難しい問題で、和田先生の方にもその辺が議論されてるんだけど、うつ病に移行するものと移行しないものがあるって答えで全くその通りだと思うんですが、うつ病の診断基準っていうのを、私のこの虎の巻じゃないけど精神科医が必ず使うこの診断の基準の電話帳みたいのがあるんですけどね、これをある程度頭の中に入れとかないと精神科の診断ができないんですけど、これのうつ病の診断なんかを見ると、うつ病によくあるね症状がたくさんありまして、9個の症状があるんですけども、不眠とか食欲低下とか意欲の低下とか疲れやすいとか、9つの症状があるうち、そのうちの5つが同じ2週間の間に存在するっていうのが一つのうつ病の兆候になってくるんですね。だから1週間前からものすごく調子が悪くて、元気がなくて、何もやる気がなくて、会社も行けなくなりましたっていう人が来て、明らかにうつの症状だよねって言っても、これで見ると2週間以上続かないとうつ病って診断しちゃダメって書いてあるので、今の段階ではうつ病とは言えないねっていう風になるんですね。なので、じゃあなんて診断しますかねって言った場合、今すぐ診断書書いてくださいっていう風に言われたら、じゃあ適応障害かなっていう風になる。その患者さんを1週間経ち、また2週間1ヶ月ぐらい経った時に、うつ病の症状がずっと続いてるみたいだなっていう風になると、今度うつ病っていう風に診断が変わるということがありえます。それは別に最初に見た医者が間違った診断をしているのではなく、診断基準上そういう風になっちゃうんですね。だから分かりやすくと、適応障害という診断っていうのは、精神科的には暫定診断としてよく使われる診断名であります。明らかにあなたはうつ病です、あなたは不安障害です、あなたは統合失調症ですとまでは言えない。そのためにはもうちょっと何ヶ月か観察しないと分からんぞっていうような時に、とりあえず適応障害っていう診断がつけることが多いですね。あと、ですから皆さん方が病院に行って、一番最初に適応障害だったけど、その後双極性障害に診断名が変わったとか、そういう人っていうのも必ずいらっしゃると思うんだけど、それは別に医者が間違ってるわけではない。最初の病院では適応障害って診断されたけど、次の病院に行ったらうつ病になって、次の病院に行ったら双極性障害っていう診断されたって言っても間違いではない。最初はうつの症状がはっきりしないから適応障害で、うつの症状がはっきりとして長期的に続けばうつ病になり、さらにそこに躁の症状っていうのが加わってくると双極性障害になるので、精神科の診断っていうのは状態診断で、今の状態が一番重要で、あと過去の症状とその継続によって診断していくんですね。だから今出る症状が全く違うものに変わっちゃうと、違う診断名に変わる可能性っていうのが出てきますね。だから YouTube のカバチャンネルでも何回も何回も何回も言ってますけど、あんまり診断っていうのにはこだわらないで、今調子の悪いことを皆さん方は治すことに集中した方がいいですねっていうのが私の考えで、診断は医者に任せときゃいいのでね、適応障害だろうがうつ病だろうが、体を整えたり、睡眠運動朝散歩して、薬ちゃんと飲んで、あるいはストレスの原因となるようなものを解消していくってことに関しては全く同じものなので、あんまり身体にそんなにこだわらなくてもいいのかなっていうのが私の感じです。とはいえ、これだけ適応障害って言葉がいろいろと使われるようになってくると、何なんだってことで、自分も適応障害じゃないのかっていうふうになってきますけども、適応障害の本当の診断っていうのは難しいですね。どこまでが適応障害で、どこまでが適応障害じゃないのかとか、それっていうのは非常に難しいです。なので、
どこまで調子が悪いのか、それがどこまで持続しているのか。一般的には適応障害の場合はこのはっきりとしたストレス因があるっていうのが一つの特徴なので、先ほどの例で言いますと、上司が変わってから調子が悪くなりまして、もう行きたくないんですって言った場合において、仕事を退職して辞めたら元気になったっていうことになると、適応障害だね、その原因で調子悪かったねってことにある種証明できますよね。あるいはその上司がまた別なところに転勤しましたって言ったら、すごく元気になりましたって言ったら、あ、やっぱりそれが原因だったんだねってことで、比較的適応障害の場合はストレスの原因が比較的シンプルで明快であるってことが言われています。一般的なうつ病って何なのって言ったら、うつ病の場合は原因は複雑です。複雑というか多数の原因の合わせ技によって起きてくるっていうのがうつ病の考え方なので、たった一つのことによって起きるっていうのはうつ病では、普通のうつ病ではあんまりないですね。だからいろいろな仕事が大変だってこともあるし、それでいて夜帰ってくるのも遅いから睡眠が取れてなかったっていうのもあるし、それでいて夫婦間の関係が悪くてそっちの方でも悩んでたっていうのもあるし、あるいはうつ病の遺伝歴みたいなのもあるとかね、あるいはもともとそういうストレスに弱い、レジリエンスが低いみたいなね、そういうのがいくつか合わせ技になって起こってくるのがうつ病って形になってきて、適応障害っていうのは比較的シンプルな、分かりやすい、このせいで私は調子が悪くなったっていう、こうほぼ一対一対応になっているようなものが適応障害ですっていうふうに考えることが一般的のようでございます。だから深田恭子さんがこの間その適応障害だって発表して休業しますって言って、どのぐらい休むのかなと思ってもう復帰したんだけども、もともとの原因が何らかの形で取り除かれたりした場合におきましては、比較的すぐ治るっていうのが適応障害の特徴でございますね。本当に何週間で治るっていう人もいます。それは元の原因がある程度解消されると、そういうことっていうのは起こってきますので、早く治ったからそれって本当に適応障害だったのかよってことにはならないというふうに思いますね。あと診断病名としての適応障害っていうのがあって、今日初めて患者さんが来ました、1時間ぐらい診察して、まあ、ちょっとうつも疑われるけど、うん、どうだろうみたいな状態なんだけど、患者様もう今すぐ会社に戻って診断書を出して、明日から2週間なり1ヶ月の休職に入らなきゃいけないので、診断書を書かないといけないのですね。この初めて患者さんを見た直後に起きまして、その場合この患者さんはこういう病気ですってことを断定することはできないんですね、精神科の場合は。さっき言ったように今の現状と時間軸ね、うつを診断するには2週間同時に5つ以上の症状がないとうつって診断しちゃいけないけど、患者さんは2週間前食事食べられましたちゃんとって言っても、具合悪いんだから覚えてないじゃない、食べた日もあるし食べない日もあるしとか、2週間前ちゃんとあなた寝てましたって言っても、いやどうだったかなっていう風になると、今から2週間しっかり観察していかないとね、診察できなかったりするんですね。だから初診の時に、じゃあなんて診断書に書くって言った時に、じゃあ適応障害ってとりあえず書いとこうっていうね、適応障害もしくは適応障害の疑い、うつ病疑いって書くこともあるかもしれませんけど、適応障害と書く先生も多いのではないでしょうか。ということで、適応障害っていうのはそういう暫定的な、はっきりとしない、うつ病だ不安障害だとか断言できないような状態にとりあえずつけとく診断名、なかなかこれは本とかに書いてないと思うんですけどもね、こうやって YouTube だから言えることだと思うんですけど、そういう形として書かれる診断っていうこともありえますよね。だから適応障害っていう診断を受けた人もいるかもしれないけど、それ自体にあんまり深い意味はないので、それを見てショックに思うこともないし、そこからまた病状が悪化して、実はうつ病でした、実は双極性障害でしたってこともありえるわけですから、喜ぶべきでもないし悲しむべきでもない、とりあえずこんな感じなのかっていう、ね、ことでしかないということになります。ということで、これについて深く話していくと結構延々と続いていく感じになるので、一般の人が知っておく知識としては、私は今みたいな話をね、知っていくといいかなというふうに思います。逆に言うと、何かストレスがあった場合におきまして、メンタル的に調子が悪くなってくるっていうのは人間往々にしてありうるわけですね。どういう時に病院にかかればいいかっていうと、私は人生の中で今が一番辛いっていうのが一つの病院にかかるべき兆候ですね。今までこんなに具合が悪くなったことないよっていう状態になる。あと会社に全然行けません、会社になんか行ける状態じゃない、あるいは実際に会社もう3日休んでるっていう状態になったら、これを両方もしくはどちらかがあれば、精神科にかかって早めに治療された方がいいのではないかなと思います。適応障害とうつなんかもそうだけども、調子が悪くなってから病院にかかるまでの期間と同じぐらいの期間で治るんじゃないかなっていうのは、これ私の意見ですけど、私の見立てですけども、だから半年1年ほっといてから病院に行くと、本当に半年1年治らなくなってしまう、さらにもっと治らなくなる可能性もあるので、あまりひどくならないうちに精神科を受診するというのが重要かと思います。今日の話を聞いて、あれ自分も適応障害じゃねえのっていうふうに思ったような人がいた場合ね、人生の中で一番辛い、もしくは仕事に行けなくなってるっていう条件が揃っていれば、病院を受診した方がいいのかなと思っています。ちょっとまだ適応障害詳しく知りたいぞっていう人は、この和田先生のね、新刊で非常に適応障害についてのポイント、いろいろな論点について非常に分かりやすくまとめた両書だと思いますので、ぜひねこれ読んでみると面白いかなと思います。新書で書かれておりますのでね、一般の人向けの本ってことですね、新書で出されているので、なのでそんなにすごく難しいことではなっておりませんので、適応障害ちょっと詳しく勉強したいって方にはね、非常にいいんじゃないかなというふうに思いますね。こんな人は適応障害に要注意ってことで、自分が適応障害かなっていうふうに思った人に対して読むような章もありますし、質問でもよくあるんですけども、新型うつっていうのが3年か5年ぐらい前にすごく流行ったんですね。でも今ほとんどなくなってる
んですよ。なんでなくなったんですかって話なんですけども、もともとそんなものはなかったったらおかしいんだけども、和田先生のこの本にはそれは実は適応障害だったんで、新型うつって言葉ができたんでみんなそっちに行ったんですけど、適応障害の範疇でいいんじゃないですか的なことも書かれていたりするので、幅広くそういうメンタル疾患について興味がある方は面白いエピソードがたくさん書かれているのでおすすめです。